モニター開発って50代以上モニター専門家モニキャンです。ブラックフライデーセール動画第4弾で、本日29日なんですが、ゲーミングデバイスのビッグサプライズセールの日ということで、朝から早起きして動画を回してたんですけど、どうやら本日限定でゲーミングデバイスが結構お腹す安くなったりするっていうわけではなかったです。Amazon さんの少ない情報を読み解くと、どうやらセールトップページの上の方にたまーに出てくる、この辺ですね、この辺、この辺に出てくるビッグサプライズセールっていうやつだけ対象みたいです。淡い希望でセール対象のゲーミングモニターを全部確認したんですが、29日とそれより前でも全然変わってなかったです。なので29日限定のゲーミングデバイスセールを狙うなら、 Amazon のブラックフライデーセールトップページ、ここをね、もう四六時中張り付いてチェックするしかないってことですね。おわ。ちなみに、この動画を撮影してる午前7時までは、ビッグサプライズセールは一度も表示されなかったです。座して待ちましょう。気を取り直してセール紹介。イーゲスをメカニカル式ゲーミングキーボード。格安のゲーミングキーボードの中では、メカニカルスイッチを搭載していて、ちゃんとゲーミングキーボードしてるゲーミングキーボード。価格は3119円、 20% オフですね。しかもこれ昨日までセール対象じゃなかったのに急に安くなったみたい。キーボードの軸も赤軸、茶軸、青軸と揃ってて、本体の色もホワイト、グレー、ホワイト、グリーン、ピンク、ブラックとバリエーション豊富でデスクの雰囲気に合わせられます。ゲーミング PC は持ってるけどゲーミングキーボードは使ったことがないっていう人はね、お試しにおすすめです。続いてスイッチや PS4 などの映像を PC に取り込めるキャプチャーボード、これがあると家庭用ゲーム機のゲームの映像を PC から配信したり録画することができます。解像度とフレームレートも 1080p60fps、 フル HD ですね、フル HD60fps で取り込めて、いつもプレイしてる映像そのままの映像を配信可能。特に Nintendo Switch は本体に配信機能がないので、キャプチャーボードがないとね、配信不可能です。キャプチャーボードって普通は2万円から3万円くらいが相場なので、15,990円は熱いですね。もう見ての通り、もちろんこれも過去最安値。しかもこの製品の特徴として Windows じゃなくて Mac でも使えるんですね。なので Mac ユーザーでも憧れのゲーム配信ができちゃいます。グラボを積んでない PC でもキャプボの映像を取り込んで配信するっていうだけなら、画質をちょっと落としたりすればいけますね。パススルーっていう PC に取り込む映像と別にモニターに出力する映像は遅延なしで出力するっていうね、キャプチャーボード必須機能を搭載しているので、とりあえずこれを買っておけば間違いない製品です。 TP-Link Wi-Fi ルーター、 Archer AX73A、 見た目からして強そうな Wi-Fi ルーター。お値段は 11,380円で、これまた過去最安値。 IPv6 対応で Wi-Fi6 にも対応しているので、プロバイダーの契約をちゃんとしていれば爆速で使える、1万円前後だともうコスパ最強のルーターですね。メッシュ Wi-Fi にも対応しているので、大きめの家でも爆速回線環境を作れるのもナイス。同時接続80台っていうのは正直いらないんですけど、まあ、飲食店とかに置くならありですね。とりあえずこれを買っておけば Wi-Fi 環境が最強になる一品。どうしても無線接続しかできないっていうゲーマーもね、買っておくと多少はラグの悩みから解放されるんじゃないでしょうか。続いてちょっとゲームとは外れるんですが、アンカー USB3.04 ポートハブ、まあ、いわゆる一般的な USB ハブですね。このケーブルの長さが17センチと結構短いので、デスクトップだと、まあ、本体の上に乗せるくらいの長さでも、短い分持ち運びしやすいのでノートパソコン用に便利かなって感じですね。 USB 端子ってもうどうやってもね、すぐ足りなくなるものなので1個あると非常に便利。ただ給電もね、この USB で接続した PC から行うので、消費電力はこの4ポート合計で 900mAh までに収めなきゃならないっていうのがネックですね。スマホの充電などには使えないですね。マウスだったりカメラだったりキーボードだったりっていう、そこまで電流の大きくない入力機器を接続するときに使いましょう。そしてレイザー2021年感謝セールということで、レイザーに関してはブラックフライデーセールとは別の理由で安くなってるんですが、安いは安い、安さは正義。とりあえず紹介しておきましょう。まずは多くのプロゲーマーや加藤純一さんなど使用者の多い無線ゲーミングマウス、バイパーアルティメイト。
サイドボタン4つのシンプルなデザインで、FPS ゲームはもちろん、普段使いでも使いやすい。74g の軽量で、長時間ブンブン振ってても疲れない。遅延もなくて、フル充電で70時間動くので、数日に1回充電すれば OK。そして、充電ドックに置くだけで充電できて、充電しているビジュアルも押され。お値段は、11,980円。ゲーミングマウスの中では、まあ、高価な部類なんですけど、プロゲーマーも使ってるだけあって、握りやすく正確なエイムをサポートしてくれます。これはピンクなんですが、ブラックとホワイトのモデルもあります。モニケンでもホワイトのモデルをレビューしてるので、レビュー動画をよろしく。続いて、個人的にレイザーのヘッドセットシリーズで、一番の傑作だと思っている、ブラックシャーク V2。260g の軽量の本体に柔らかいイヤーパッドと軽めの側圧でメガネの上からでも痛みなく長時間つけられるメガネゲーマーにもおすすめのヘッドセット。音質は全体的にフラットなんですけど、定位感はつかみやすくて USB サウンドカードが付属してるのでね、イコライザー設定などがアンプなしでも簡単にできます。ただ USB サウンドカードは PC 専用のため、家庭用ゲーム機ではイコライザー設定ができないので注意しましょう。家庭用ゲーム機ならこっちのブラックシャーク V2X の方がいいですね。こっちは USB サウンドカードは付いてません。で、お値段は9,980円。まあ、普段がね19,80円なので1000円安いですね。そしてこちらはエレコムのタワー型の電源タップ。12口の電源と USB ポートが5個ついてて、これ1個置いとけばガジェットつなぎ放題。お値段が3,499円と、電源タップにしてはね、ちょっとお高めなんですけど、出力も 1500W あって、シンプルなデザインでオフィスだろうと家だろうと目立たず置けます。あと、これ地味にね、電源が隣り合ってないのがでかいんですよね。バカデカ AC アダプタでも隣の電源に干渉せずに使えるっていうのがガジェッター的には嬉しい。あとネジでデスクの下とかに固定できるのもグッド。というわけで Amazon ブラックフライデーセールのお買い得商品紹介動画第4弾でした。これでね、現在出てるセール商品はあらかた紹介できたかなと思います。ちなみに撮影終了時はなかったんですが、今ね、日替わりビッグサプライズセールも始まってますね。IO データの無線ルーターが対象。まあ、確かにね、40% オフでめちゃ安いんですけど、まあ、こいつはね、IPv6 対応だけど、Wi-Fi 5ってのがちょっともったいないな。ちょっと前の製品なのかな。まあでも、めちゃめちゃ古いルーターを使ってるっていう人なら全然買ってもいいと思う。値段で言ったらね、普段に比べたら圧倒的に安いので、最安値です。ただ個人的にはもっとゲーミングしたものがバンバン出てほしいなと思っております。今日一日僕はね、このビッグサプライズセールに張り付いておくので、もしおすすめ製品が出てきたら、ツイッターでね、共有しようと思うので、ツイッターのフォローもお願いいたします。あと、よかったらね、視聴者の皆さんが、今回の Amazon ブラックフライデーセールで何を買ったかもコメントで教えてくれると嬉しいです。めちゃめちゃ気になる。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!